さて、高速道路をゆっくりのびりオートパイロットで走ってます。ちょっとこの辺り合流が続いたんで渋滞しちゃってますが、こういう渋滞の時こそテスラのオートパイロットは得意技なんですよね。周りをしっかり見て車間距離、設定した車間距離を守って走ってくれます。あ、そうそう、渋滞の時に隣の車線の車がこちらに車線変更してきた時のオートパイロットの様子の動画はこちらにね、動画作ってあるので、これ概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひこちらの動画も合わせてご覧ください。そんな中、やってきたのはこちらです。木更津にある、おばさまのご自宅ですね。平屋羨ましいですね。平屋最高ですね。もう目の前に愛車止められて、なんならね、縁側から愛車眺められますからね。さて、このおばさまの畑で今からジャガイモ掘りするんですね。ということで、早速おばさまの畑に向かいたいと思います。こちらですね。あ、何やらね、先発でおばさまのね、お友達がもう掘ってるんですね。掘れてます。あ、掘れてますね。もう、あららら、先発のおばさまのお友達がね、もう結構掘ってらっしゃったんですね。ということで、先発で掘っていたおばさまのお友達に、ね、じゃがいもの掘り方を教えていただくことにしました。はい、ほら、この木がこれアップ。ああ、はいはい。その太いのを引っ張る。これをこうやれば、引っ張れば。これは腐ってくる。これは、これは臭くなったけど。うん、あ、じゃあやりますよ。ということで、じゃがいものね、枝を引っ張ると、そこにね、じゃがいもがこうくっついて、土の中から出てくるんですけど、大きく実ってたり、土が硬かったりね、雨が降った翌日とかだと、じゃがいもが土の中に残ったりするんですね。なので今から掘ってじゃがいもを掘りたいと思います。土の中を掘ると、大きな立派なじゃがいも、新じゃが、これ、北あかりなんですけど、いっぱい埋まってるんですね。もうね、大量でしたね。それではね、じゃがいも掘りしたいと思います。皮かなんかでやるとね、はい、うん、刻んでる、芋切っちゃうから、うん、手でこれ、うん、手でね、お、すごい、今度が一番いい。はい。クワなどを使ってね、掘れば、簡単にね、掘り起こせるけど、じゃがいもが傷つくので、手で掘った方がいいよって、おばあちゃんに教えてもらいました。それではね、じゃがいも掘りたいと思います。この赤いのはアンデスですね。クリーミーな、肉質と、そして甘さが特徴のアンデスですよ。北あかりとアンデスをおばさまが植えてたんですね。こちらのアンデスの畑の隣には、北あかりが植えてあって、北あかりも豊作でした。さて、じゃがいもをね、おばさま方と楽しく掘って、2、30分で大汗かいたんですね。あとキャベツもあったんですよ。それとね、これ、ピーマンもあったので収穫させていただきました。で、30分でこれだけの量のじゃがいもを収穫することができました。あ、そうそう、おばさまの畑で採れたこのトウモロコシがめちゃくちゃ甘かったですね。さて、大量のね、掘りたての、北あかりとアンデスをいただいてお腹空いたんでね、ランチに向かうことにしました。ランチでやってきたのはこちらです。竹岡ラーメンです。千葉県のご当地ラーメンって書いてますね。食べたかったんですよね。それでは店内入ってメニュータイムですね。メニューには、竹岡ラーメンの簡単な説明が書いてあったんですね。こちらですね。豚骨や鶏ガラなどのスープを一切取らず、チャーシューの煮汁を麺の茹で汁で豪快に割り、薬味に刻み玉ねぎを使用する千葉県漁師町発祥のご当地ラーメンです。これが竹岡ラーメンなんですね。豪快なラーメンなんですよね。その漁師町発祥の竹岡ラーメンがこちらですね。ラーメンとチャーシュー丼のセットです。あと餃子と野菜炒めもお出しました。この竹岡ラーメンが出汁を使ってないとは思えないコクのあるスープで、それが麺に絡んでめちゃくちゃ美味しいんですよね。そしてこのチャーシュー丼ですね。もうね、チャーシューたっぷり、刻み玉ねぎもたっぷり乗ってます。そしてニンニクをたっぷり乗っけて、別添えのチャーシューのタレをかけていただきました。これもとっても美味しかったです。さて、ランチ終わりは、木更津にあるコストコさんで買い物タイムですね。これ土曜日だったんですけど、試食祭りでしたね。これはアメリカンチェリーの試食で甘くて美味しかったですね。さて、買い物終わりのお楽しみはフードコートグルメですね。これですね、どれもね、安くてボリュームたっぷりなんですよね。なんかもう毎週コストコさんに行って、なんか食べてますけど、今回ももちろん食べました。こちらです。メロンの食感がシャリシャリしてとっても美味しいメロンのスムージー、そして量が半端じゃないソフトクリーム、そしてチキンスティック&ポテトのバケツ、これで980円、税込みですからね、たっぷり入ってます。このメロンスムージーにちょっとハマってて、なんかもう毎週飲んでますけど、これがね、メロンのシャリシャリが残ってて、めちゃくちゃ甘くて濃厚なテイストなんですよ。これとっても美味しいのでおすすめです。
さて、コストコさんの買い物荷物をトランクに積むとこんな感じ。でもね、まだまだ積めるんですよ。というのもテスラは電気自動車なので、フロントのボンネットの下もトランクなんですね。ここにも結構な荷物を積むことができます。前と後ろを開けるとこんな感じですね。これ前も後ろもトランクなんですね。ボンネット開けて荷物を積んでると、おばさま方が前はエンジンじゃないのかいと言ってましたが、テスラは電気自動車なので前もトランクになってます。前後に1個ずつ小さいモーターがついてるんですね。ダブルモーターですね。それで誰でも簡単簡単にローンチモードで0100キロ加速 3.1 秒のもう離陸しそうな加速するんですね。こんな車他にないですからね。荷物がたっぷり詰めて加速も半端じゃないのがテスラです。さて、ジャガイモ掘りで疲れてても大丈夫です。帰りの首都高も、ところどころオートパイロットで走ります。この辺もね、結構 R がきついかなと思ったけど、オートパイロット制限速度内なら問題なく、コーナーをクリアしていきます。しっかりとね、路面の白線を認識して、その白線は、メーターの中に青い線で表示されるんですね。なので、コーナーが来るたびに、メーターの中の青い線も左右に曲がっていくんですね。今は右に曲がってますね。今は直線気味、また右に曲がりますね。そうするとメーターの中の青い線も右に曲がっていくんですね。それに合わせてハンドルも切れていきます。ちょうどね、東京タワーが綺麗だったんですね。こういうね、疲れてる時こそオートパイロットは有効だと思いますね。人の目ではね、見れないところまでセンサーで見てくれて、それをしっかりとオートパイロットに反映させて、安全運転で制限速度を守ってコーナーをクリアしていきます。そんなね、安心感たっぷりなオートパイロットで首都高を走って、帰宅したら食べたかったのがこちらなんですね。北あかりでハッシュドポテトを作りますよ。スライスしました。これを焼いていきます。もう油を引いてね、それだけです。つなぎは一切なし。北あかりのでんぷんだけで固まるんですね。形を整えて、これシェイプして蓋をしてね、焼けてきましたよ。もうね、いい香り、なんか新じゃがのね、ほっこりするいい香りしますね。裏返してこんがり焼いていきます。いい感じのカリカリめの焼き目がついてきました。それではね、出来上がりました。これ掘りたての新じゃがの北あかりのハッシュドポテト、これ塩コショウだけで抜群に美味しいんですよね。それではいただきます。このカリカリ具合ですよ。もうカリッカリですよ。カリッといって中はね、トロトロホクホクなんですよね。外はカリッカリで、中はね、裏ごししたんじゃないかってぐらい超クリーミーなんですよね。この掘りたての北あかりのハッシュドポテト、とっても美味しいのでおすすめです。それではご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。